5対2で3点差。さあヒーローインタビューが始まります。放送席、今日のヒーローは3打席連続ホームランを放ったマレーロ選手です。ナイスバッティングでした。 Thank you very much. ありがとうございます。さあこの3打席連続ホームラン、来日初となりました。今の気持ちを聞かせてください。 Yeah, it's the first time I've hit three home runs in my career. I'm happy, you know. Got some good pitches to hit and I'm glad we got the win. 自分自身 の野球の中でも初めてです。とにかくいいボールが来てそれをしっかり取れることができて、その結果チームが勝ったという、それが一番嬉しいです。さあまず第一打席です。打ったのは初球でした。あれは狙っていたんでしょうか。I don't know if I was looking for that pitch, but I was just trying to be aggressive. You know, he's a really good pitcher, so you don't want to be you don't want him to get ahead of the count because he's got really good stuff. 狙ってたというよりも、まあバンデンハウス投手は素晴らしい選手なんで、とにかく追い込まれたらなかなか打てないという中で、初球からしっかり甘いところが来たら打っていこうというふうに思っていました。そして続く第2打席はランナーを置いての打席となりました。ここも狙いは一緒だったんでしょうか。 I think same approach. He just left the curveball down the middle. 打ったのはカーブ、甘いところなんですけども、打席の中での考え方っていうのは同じ考え方です。さあそして第3打席もホームランを放ちましたが、バッティング絶好調と見てよろしいんでしょうか。Third at bat, I just, you know, swung hard. I hit a home run. I can't. There's nothing else to say. 3打席目はとにかく目いっぱい振って、それがしっかり取れてホームランになったというところだと思います。ちなみに4打席目も狙ってたんでしょうか。Fourth at bat? I guess, you know, I wanted to, but when you try, it doesn't come out.狙ってたかなという感じで、チャンスがあれば打ちたいなというような気持ちはありましたけど、結果的に、ホームランにはならなかったですけど。さあこれで、チームとして連敗をストップ。さらにバンデンハーク投手に対してチームも連敗中ということでしたが、これも止めました。この今日の勝ちというのは非常に大きい勝ちだったんじゃないですか。I think so. Every win that we can have is a good win. You know, we could easily get on a win streak and win a whole bunch of games. And just with the baseball we're playing, it's fun to be out here. とにかくどんな勝ちでもすごくチームにとって大事な勝ちだと思うんで、そういった中で一つ一つ勝っていくっていうことがすごくチームにとって大事なことになると思います。それでは最後に応援してくださったファンの皆さんにメッセージをお願いします。明日も頑張ろう。ありがとうございます。ありがとうございました。本日のヒーローマレーロ選手でした。最後の日本語がなかなかお上手ですねいい発音でしたね、頑張ろうって言ったのは一言みたいになりましたけど頑張るか頑張ろうでしょうね、そのあたり愛嬌があるかもしれません、見事な3打席連続ホームランでバンデンハーク、ソフトバンクを打ち砕いたマレーロです。